こんにちは。The Adventure of Red Amber, a Data Frame Library in Ruby というタイトルで発表させていただきます。よろしくお願いします。まず最初に自己紹介をさせていただきます。鈴木博一と申します。ヘロンシューズというアカウント名で活動しております。アイコンはこの、カエルのアイコンなんですが、私は広島県の福山市というところに住んでいまして、私自身はIT エンジニアではなくってアマチュアのルビー人として活動しています。レッドデータツールズという、ルビーでデータ処理をできるようにしようというコミュニティで活動しています。私は、コーヒーとクラフトビールとミニが好きなので、松本というのはいい街だなというふうに思っています。で、私の活動なんですけども、ほとんどがレッドアンバーの活動がほとんどで、まあ、一部アパッチアローのコミットもしていますが、まあ、ほとんどが今回紹介するレッドアンバーの OSS の活動となっています。でレッドアンバーなんですが、レッドアンバーというのは Ruby で書かれたデータフレームライブラリーです。データフレームというのは2次元のデータ構造で、Python の Pandas または R のデータフレーム、それからラストで書かれたポーラスというデータフレームライブラリーが有名です。で、ほとんど SQL のテーブルと同じというふうに思っていただいても差し支えないかと思います。レッドアンバーというのはアパッチアロープロジェクトの Ruby 実装であるレッドアローをもとバックエンドとして作られています。レッドアンバーは昨年の Ruby アソシエーションのグラントに、ありがたくも選んでいただきまして、そのサポートを受けて、開発をしてまいりました。で、レッドアンバーの開発というのは私にとっては、一つの冒険でありました。というのは、私はオープンソースソフトウェアの開発という経験が、まあ、ほとんどなくって、まあ、Ruby 自体はRuby 1.4 の頃から使っているんですけれども、実際Git を使い始めた経験というのは2022年の2月からでした。で、そんな私が、まあ、Ruby ストにとって使いやすいデータフレームを探索するというアドベンチャーに、乗り出したきっかけというのは、Python の Pandas というのが私にとってはあまり使いやすいものではなかったという背景があります。まあ、そんな初心者の私が、冒険に乗り出せた、一つの理由はアパッチアローという巨人の肩に乗ることで、まあ、この冒険を乗り越えていこうというふうに、していました。で、このトークのゴールなんですけども、一つは、まあ、Ruby らしいインターフェースを設計することで、設計したレッドアンバーの機能を紹介していきます。で、それは Ruby ストにとって使いやすいデータフレームを目指しています。で、もう一つはオープンソースソフトウェアの開発の初心者である私が、まあ、どのようにレッドアンバーを作ってきたかということについても、紹介していきたいと思います。で、最後にそれが、Ruby によるデータ処理が非常に、可能性があるということを示せれば私のトークのゴールになると思います。で、ちょっとさっきからこの、タイマーが早めに進んでしまってるんですけど、設定を失敗していることに途中で気づいて動揺をしています。で、最初にアパッチアローの紹介説明をしていきたいと思います。アパッチアローというのはインメモリーの列指向のメモリーフォーマット、まあ、言語によらない標準化された仕様を定義しているものです。で、アパッチアローがない世界というのは各ソフトウェアコンポーネントが
独自にデータの処理やり取りを準備する必要があるんですけれども、アローがある世界ではアローメモリーというものを通じてほとんどゼロに近いコストでデータのやり取りを実現することができます。で、それに加えてアパッチアローというのは非常に多くの言語でこのメモリーを使うライブラリーというのを提供していまして、その中に Ruby も含まれています。この図は、レッドアンバーの位置づけを示したものなんですけれども、一番上がデータフレームのレイヤーになります。でこのグレーの囲みがアパッチアローの、属する領域で、これだけではないんですけれども、RubyGIST というのはここにあります。 Python や R と同じように RubyGIST は C++ のライブラリーのバインディングとして構築されています。ちょっと特殊なのは、一旦 C のバインディングを経由してそれを G オブジェクトイントロスペクションを通じて、動的に Ruby バインディングを生成するというやり方で、RubyGIST は作られています。 RedAmber はこの RedArrow の上に、作られているデータフレームのレイヤーです。で、じゃあ RedAmber のデータフレームというものは何かということなんですけども、私は4つの、大きな要素があるというふうに考えています。1番目はまず、型が同じデータの並びを、作りまして、これをベクターと呼びます。で、同じ長さのベクターを束ねて一つのデータフレームとします。で、3番目に、データフレームの列にはラベルがついていまして、これをキーと呼びます。キーというのはユニークである必要があります。で、列のデータはまとめてバリアブルというふうに呼んだりします。また行のデータはまとめてレコードまたはオブザベーションというような呼び方をします。で、4番目に、どの型のデータでも欠損値としてNILを持つことができるという特徴があります。このような4つの特徴を踏まえてデータフレームというのは、これは一般的な話でもあるんですけれども、列方向のデータの取り回しと行方向のデータの関連性を、合わせ持った、データ処理に適したデータ構造であるというふうに考えられます。で、これがデータフレームとベクターを、それぞれインスペクトした状態なんですけども、こういったような形で表せるように作っています。で、これはデータフレームのいろいろなプロパティを表現する場合のメソッドの例なんですけども、シェイプというのは行列の数を示します。で、個別にサイズ N キーズという形で取り出すこともできます。キーズというのはラベルの配列を返します。タイプスというのは型の配列を返します。スキーマというのはキーと型のペアのハッシュです。で、ベクターズというふうにしますとこの3本のベクターの配列を返してきます。このような形でコレクションメソッドというのは Ruby のアレまたはハッシュを返すように作ってありまして、これはこうすることによって Ruby の標準的な方法でデータ処理を行うことができるというふうな思想に基づいています。で、データフレームの中身というのはテーブルというメソッドで取り出すことができるんですけども、アローテーブルが中に隠れています。で、じゃあそのレッドアンバーのデータフレームとアローテーブル何が違うかということなんですけども、アローテーブルというのはカラムの名前を同じ名前を持つことができるようになっていますが、レッドアンバーのデータフレームというのはキーの名前はユニークである必要があります。で、またアローテーブルというのはその列の中身というのはチャンクドアレイという形でいくつかの塊に分かれていることがあるんですけれども、レッドアンバーではそういったベクターの中身というのは
ユーザーが気にしなくてもいいように作ってあります。で、ベクターの中身なんですけども、データというメソッドで取り出しますと、これはチャンクとアレイが返ってきます。で、この場合はこの例で言いますと非常に小さいデータですので、チャンクは1つなんですけれども、これが大きいベクターになりますと、この中身がいくつかのチャンクに分かれているということがあります。で、このベクターにはいろいろな関数的なメソッドというのが用意されていまして、全部で75個のメソッドがアローの C++ のコンピュートファンクションを通じて提供されています。でこちらにありますのはアグリゲーションで、一つのベクターから一つのスカラーを取り出すような、この場合ですとサムですので合計値が出てまいりますけれども、こういったようなメソッド、それから、例で言うとキムサムというのは累積和を返すようなもので、これは要素ごとに、同じ長さのベクターを返すメソッドで、ベクターラージャーザン3というふうにしますと、これは3より大きいかどうかというのを、ブーリアンで返す、メソッドになります。でまたメソッド同士のこの場合ですと足し算を行うようなメソッド、プラスの演算子を使って作ってありまして、こういうもので、新しいベクターを得ることができます。で左下はちょっと特殊でして、SUM というアグリゲーションのメソッドを与えると、プロパゲートというのはこれをブロードキャストして元のベクターと同じ長さのベクターを返してくれる、こういうプロパゲートというメソッドもあります。こういったような多くのメソッドが用意されています。で、このデータフレームとベクターという、設計なんですけども、これはアンドリュー・ケインさんが作った Ruby で書かれたデータフレームであるローバーを、にインスパイアされて作ったものです。でローバーは、NumNRA の上に構築をされていまして、私のレッドアンバーはこの NumNRA の代わりにアパッチアローをベースにして作ったデータフレームライブラリーになります。で、彼の開発というのは今は新しいデータフレームライブラリーにシフトしていまして、それがポーラース Ruby という名前のものです。ポーラースというのは、ラストで書かれたデータフレームライブラリーでして、非常に速いことを売りにしていまして、この Ruby 実装も非常に速いという特徴があります。で、これは、例えるならばレーシングカーみたいなものなんですけれども、レッドアンバーは速さではなかなかポーラスには勝てないので、より使いやすいライブラリーになろうという設計方針をとっています。でこのポーラス Ruby もレッドアンバーのどちらもアパッチアローのカラムナーフォーマットを扱うことができるライブラリーになっています。でベクターの作り方なんですけども、大きく分けて3種類ありまして、一つはドット、カラムネームという書き方で、2番目はブラケットでカラムネームを与える書き方で、3番目はちょっと特殊なんですけども、 V というメソッドにカラムネームを与えるやり方の3種類があります。でまたコンストラクターで作る場合は、Ruby のアレイとアローのアレイ、それから Ruby のレンジ、どれでも受け付けるように作っています。でここからはレッドアンバーの設計で、どのような考え方に基づいて作ってきたかというのをお話ししていきたいと思います。で、一つ目は直行的で相補的なメソッドのペアという話なんですけども、列の操作にはピックとドロップという2つがあります。ピックは、指定した列を取り出して新しいデータフレームを作る、操作で、ドロップというのはこれと対になっていまして、指定した列を取り除いて新しくデータフレームを作る操作になっています。
で行に対しても同じことなんですが、スライスというメソッドは、指定した行を取り出して新しいデータフレームを作る。でリムーブというのは指定した行を取り除いて新しいデータフレームを作るというやり方で、まあ、こういったあの行と列に対してそれぞれ同じような操作ができるように、作っています。で、まあ、一例としてこれはあのデータサイエンス100本ノック構造化データ加工編という、まあ日本語の本があるんですけれども、そこのデータをお借りしてきまして、まあ、日本語のデータを少しアルファベットに置き換えたもので紹介しようとしています。でこの中のこれ100本設問があるんですけども、89番の設問というのがよく機械学習であるような、あるデータを学習用データとテスト用データに分割したいと、でそれぞれ8対2の割合でランダムにデータを分割するという課題です。で元になっているデータは約2万2000行のデータがありまして、これを分けていきます。でまず分けるときにサンプルというメソッドを使って 0.8 というふうにしますと、元のデータの行数の 80% の長さを持ったランダムに選択されたインデックスのベクターが得られます。でこのベクターをスライスに与えますと、学習データとして元のデータフレームの 80% の行がランダムに選択されて出てきます。で同じことをリムーブに対して行いますと、これはテストデータになりまして、残りの 20% が得られるという形で、スライスとリムーブのペアが便利に使えるようになっています。で2番目に、コモンセレクターということなんですけども、これは、列と行のそれぞれに対してブーリアンフィルターとインデックスセレクターというのを同じように使えるように、作っています。でこれは列の選択なんですけども、ピックというメソッドは、キーで指定することもできますし、インデックスで指定することもできます。でブーリアンのフィルターで指定することも、同じ形式で指定することができるようになっています。で行に対しても同じで、スライスというメソッドはインデックスまたはブーリアン配列どちらも同じように受け付けるようになっています。ただこれはあのスライスにブーリアン適用するのは気持ち悪いという方もおられるかもしれないので、フィルターというエイリアスも用意しています。で3番目はあのブロックを有効に使うということなんですけれども、このブロックの中身というのは、インスタンスイーバルを使って呼び出していまして、ブロックの中ではあのレシーバーがセルフとして扱えるようになっています。でプラス、メソッドミッシングを使って列名がメソッド名になるようにしていますので、結果的にこの一番上にあるような形で非常にシンプルに指示を書くことができます。でこれも同じようにあのデータサイエンス100本ノックから、5番という問題を取り出したんですけども、元が約10万行 のこういったデータがありまして、この中から4つの列を取り出して、その上で、カスタマー ID という列あのデータが、このデータであるもの、なおかつ、アマウントが1000以上であるような行を選び取るという操作はこのようにかけまして、結果的にこういう、データフレームを得ることができます。で特徴の4番目なんですけれども、 TDR というものを作りました。でこれは今まであのデータを表示するのにこういったテーブルの形で表示してるんですけども、これはあの列が多い場合に非常に分かりにくい表現になっているんじゃないかなと思っています。で TDR というのはトランスポーズドデータフレームリプレゼンテーションの略でして、転置した形であのデータフレームを書き表すという、メソッドになっています。でこの TDR というのはあのキーボードの位置で非常に近いところにあって3文字で打ちやすいという特徴もあるんじゃないかなと思うんですが、これはあのこの転置して表すやり方というのは R とかポーラスにある GRIMPS という、関数に非常によく似ていますが、
ちょっと工夫を加えています。で、工夫の一つは、レベルという情報を表示させていまして、これは同じタイプのデータが何個あるかというのを表示してくれるようになっています。で、レベルの値がある値以下の場合はタリーした形で表現できるようにも作っています。で、さらにここにニルの数が示されているんですけれども、その列の中に欠損値となるようなニルがいくつあるかというのも同時に表示させるようにしています。こういったような形で非常にデータフレームの中身がどうなっているかというのが把握しやすいように作っています。で、5番目はサブフレームズという、これは全く新しい概念だと思うんですが、これはデータフレームの順序付きのサブセットをサブフレームという形の新しい概念として作ろうとしています。で、サブフレームの要素は同じくデータフレームになります。で、これはグループの概念とか、ウィンドウの概念というのを、含んだ新しい概念になるのかなというふうに思っています。で、ちょっとグルーピングの、データフレームのグルーピングというものを説明します。こういったデータフレームがありまして、Y の値でグルーピングをすると、Y の値によって、仕切りが作られたようなこういったグループというオブジェクトができてきます。で、このグループの値の、中身のそれぞれのこの、チャンクについて、sum x というふうにしますと、x の値のそれぞれの合計を、計算して、こういったデータフレームが得られます。で、これを、サブフレームを使ってやるとどうなるかというと、サブグループ Y というふうにしますと、Y の値でグループ化されたサブフレームズというのができまして、その要素はそれぞれ分かれたデータフレームになります。で、これに対して、アグリゲートというメソッドにブロックで、その指示を与えると、 y のファーストというのはこの y の値の1番目の値を取ってきなさい、で x の sum というのは x の合計を表示しなさいということなんですけれども、こういったデータフレーム、先ほどグループでやったのと同じようなデータフレームが非常に直感的な書き方で得られます。で、2番目の例は、これはいわゆる移動平均なんですけども、ウィンドウというものを用意しています。サイズ3のウィンドウというのを、1行ずつずらして、データフレームに適用しますと、こういったこの場合でいうと4つに分かれたデータフレームを持ったサブフレームズができてきます。で、このそれぞれに対して X の平均、これが移動平均になりますね。で、 Z の中でそのニルでない要素の数をカウントするというような操作を適用しますと、こういったデータフレームが得られます。これも非常に直感的な書き方で操作ができるようになっているのではないかなと思います。で、これはサブフレームから新しいサブフレームを得る操作なんですけれども、まず単独のデータフレームに対する操作を説明します。このアサインというメソッドは列の要素を書き換えて新しい列を作るというもので、これは1から始まるインデックスに振り直しているのと、新しく C という列を作ってそこには累積和を表示させています。で、これがデータフレームからデータフレームの操作なんですけども、これと全く同じ書き方で、DF のところを SF にしてサブフレームに対して適用すると、同じようにこの一個一個のデータフレームに対して同じ操作をしたサブフレームが得られます。で、これは全く同じ書き方なんで非常に便利なのではないかなというふうに思っています。で、こういったデータフレームからサブフレームから新しいデータフレームを得るやり方というのはいろいろありまして、一番上は単につなげるやり方で、2番目はファインドで C の値のマックスが
8より大きいデータフレームを選び出しなさいという命令で、このようなデータフレームを得るやり方、まあ、アグリゲーションというのはさっきグループ化のところでやったやり方、まあ、こういうふうにいろいろなやり方を選ぶことができます。で、まあ、最後にRuby 会議のちょっとデータを作ったので、これで紹介をしたいと思うんですが、これは東京開催以降のRuby 会議の会場をまあちょっとデータフレームにしたものです。で、町の住所がちょっと日本語になっているので、まあ、これは国際会議としてちょっと良くないと思うので、ちょっと詳細は省略しますけれども、ジェオロニアという、ローマ字の住所が得られるデータセットを使ってこれを変換します。でさらにこの中には緯度と経度の値が含まれていますので、それぞれの自治体に対して緯度と経度の値を平均値として得るような操作を加えて、ジオというデータフレームを作ります。でこの先ほどの Ruby 会議のデータとジオというデータを、まあ、レフトジョインすると、もともとのデータフレームに対してこういった緯度経度のデータと、まあ、英語の、都市名を得ることができます。じゃあ、まあ緯度と経度ができたんで、まあ、これをプロットしたいなと思うんですけども、その時に、新しく Ruby 会議という、ラベルをつけてロケーションという、列を作ったものと、同じく、Japan というラベルで、ロケーションにデータを与えたデータフレームの2つを作って、これを縦にくっつけて並べます。で、まあ、Ruby 会議が7件、日本の都市データが1894件あるんですけれども、これをまあ無理やりプロットするとこういった形で、まあ、日本地図が出てきます。まあ、データに、語らせているという形なんですけれども、まあ、ちなみにこのプロットはチャーティという、プロットライブラリーを使っていて、まあ、非常にデータフレームそのままプロットすることができます。で、まあ、よく見るとちょっと北海道の形が歪んでるんじゃないかなと思うんですが、これはその通りで、これ分かりますでしょうか。我々がよく見慣れている、まあ、直行座標として緯度経度を表示したものはメルカトル図法というもので表示されてまして、これはまあまあ、こういった式で高緯度になるほどちょっと引き伸ばしたようなそういう、座標で表示されています。まあ、これも新しいメルカトルラティチュードスケールという列を作って、まあ、こういう式で変換をして、それを、縦軸に設定してプロットをすると、まあ、こういうものが得られますと。で東京、京都、広島、仙台、福岡でコロナがあって三重で今回松本ということで、我々今この松本にいるという形になります。で、まあ、こうして私の、まあ、冒険と呼んでたものは、まあ、1年間ぐらいの開発を経て、まあ、私OSS の開発の初心者ですけども、まあ、こうして松本に来ることができて、ここで喋れているということで、まあ、冒険も、成功だったんじゃないかなというふうに思っています。でレッドアンバーは、まあ、ちょっと、うまいこと伝わってるかどうかわからないんですけれども、まあ、Ruby の、まあ、慣用的なインターフェースを使って設計していて、まあ、Rubyistにとって使いやすいデータフレームで、あればいいなというふうに思っています。で、まあ、こういったことができるということをお話しさせていただいたんですが、Ruby も、まあ、データ処理の領域で、まあ、非常に可能性があるということを感じ取っていただければ、嬉しいなというふうに思います。で、まあ、実際に触っていただくと、まあ、Ruby でデータプロセッシングするということが、まあ、非常に、まあ、心地いいな、気持ちいいな、まあ、Ruby を使うことと、使った楽しさがあるなというふうに私は感じていますので、ぜひ使ってみていただきたいというふうに思っています。で次に何をするかなんですけども、まあ、事例をちょっとたくさん集めていきたいというのが一つと、まあ、もうちょっと早くしていきたいということで、レッドアンバーそれ自身を改良することもあるんですが、より早いエンジンに
まあ、翻訳し、トランスレートしていくという、ことも考えています。で、まあ、サブストレートというジェムがあるんですけども、そういうものに貢献していくということも考えています。で、まあ、この活動は紹介しきれないんですけども、非常に多くの方々の支援を得られています。で、非常に感謝をしています。ありがとうございます。で、まあ、最後に興味がある方はぜひレッドデータツールズを覗いてみていただきたいなというふうに思っています。ご清聴ありがとうございました。